お、なんかすごい。あ、普通に壊してんのか。壊してる。崩れちゃったのかと思った。湯葉御膳。湯葉御膳。やっぱ湯葉なんですね。うん、押してますね。あ、これは潰れてますよね。これは。もしくはお化け屋敷やるしかないです。なるほど。今日の夜はじゃあそこ行って探検しましょう。かわいだろうな。うわあ、すげえ。おお。下流れてんのが鬼怒川ですかね。そうなんですかね。ちょっと地図上でよく見えないですけど。おお。閉鎖感がすごいな。星の屋、あ、これ星のリゾート関係ないか。ここだったらここ。ごめんなさいって感じですね。黄色のかっこいい。スペーシア。スペーシア。山に近づいてまいりましたね。まさしく山ですな。うん。川地温泉8キロ、竜王峡 2.5 キロ。お、近づいてきた。いい。おー、川が濁ってる。濁ってるな。影響出てますね。出てますね。あ、紅葉も出てきたな。おお、よかったよかった。お、バイクだ。手振りますか。手を振ってみますか。おやった、返してくれた。嬉しいっすね。そうですね。うん、これもパチンコじゃないよ。全部パチンコにされちゃう。お、イノコ。お、あれは野良ですか。野良かな。鎖には繋がってなかったですかね。うん、怖っ。あー、びっくり。お、あと 1.2 キロ、10割そば石臼引き。おー、なんか林がすごい。竜王峡ライン。竜王峡ライン。竜王峡 P があるらしいですね。そこをじゃあ止めましょう。止めましょう。どこだろうな。どこかな、どこかな。あ、竜王峡 P。 ここどこから入ればいいんだ。ここか。ここでいいんですかね。らしいです。竜王峡到着。おっ、バイク入ったな。おお、よいしょよいしょ。あ、しまった。これ下り坂か。しょうがない。竜王峡来ましたね。来ました。ついに到着。どこだ竜王がいるのは。竜王峡駅。おお、すごい風情がありそうですね。お店が並んでますね。デデンデッリュウオキョウ。あ、本当だ。じゃあ早速行ってみましょう。大自然ですね。出てますね。マイナスってます。歩くにはいいですね。なんか散歩には。おお、イバナ。お、あそこまでが限界ってことですかね。竜王峡歩道利用者の皆様へ、10月半ば頃まで予定。なるほど。でも人発見しました。左バッテンって書いてある。行き止まりっていうことなんですかね。ちょっとでも行けるところまで行きます。危なそうなら引き返していきましょう。できれば行きたいですもんね。下の景色を見たい。行き止まりですか。あ、そうなんです。なるほど。でもこっちも行けないですもんね。ここは崩れちゃった。あ、そうなん、台風です。なるほど、わかりました。ありがとうございます。そっかそっか、崩れちゃったのか。ちょっと遠いですね。見えないですもんね。うん、若干こう川の流れっぽいのが
見えたり見えなかったり、はい、何もかもがね。そうですね。昨日まではなんとか建物は大丈夫でしたか？あ、全然工事されたものとかそういうのあれば水が来てるわけじゃないかな、はい、あ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは一旦戻りますか。うまいですね、駐車場近道って書いてお店に誘導するの作戦ですね。あ、お餅美味しそうですね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。鮎の塩食べれますから。鮎の塩食べられますからね、お休みください。メニューが見えます、見えますね。はい、私お団子食べよっかな。はい、ちょっとお団子を食べたいなと思って、はい、お魚でも食事どうやるの、はい、お兄ちゃんどうぞ、かけてください。お疲れ様です。1時間に1本ローカルだ。ちょっとあっち歩けそうですかね、もしかして。あ、こっちもなんか見えそうですかね、もしかして。もしかしてだけど。いや、音は聞こえるんですけどね。マイナスイオンの音が聞こえる。紅葉ももうちょいですか？もうちょいですね。滝があるんですね。虹見の滝、これ鳴ったらヤバくない？でかいっすね、これ。これ鳴ったらヤバいよ、耳が。旅の字は風に吹かれる姿なり。五七五みたいだけど。五七五でね、千両は短歌じゃないから。五七五七七。はい。一回音差で。ラの音が出そうですね。風が通り抜けたらね。ああ、いいです。おしゃれですね、それ。素敵な自然ばっかだな。猫。おう。なんて名前にしますあれ。何にしましょうか。やっぱ竜竜。なんとかあるんですか。竜病王ってどうですか。もう私もちょっと考えました。竜に猫に王様で。そうそう。竜病王言いづらいですけど。猫王。猫王。ニャンキン。歩いたら結構かかりそう。そうですね。でも時間も書いてるんですね。10分、20分、30分ですけど。1時間、2時間、3時間ですね。3時間かかる。一周すると。いや、片道ですね、これ。A から B、B から C ってことは、片道3時間ですね。往復6時間？はい。だ行き歩いて、帰り電車で帰ってくるか、逆パターンとかですかね。あ、そのためにあの、ユーオステーションが。はい。ホッピンラビット。ホッピンラビット。発売いいよ、そこに。森も整理できたところで、我らが川内温泉行きますか。川内に行きましょう。行きましょう。出発。出航。あ、やばいっす。足がつってます。え足の裏が、足の裏がつってます。足大丈夫っすか。足大丈夫です。行きまーす。お願いします。よいしょよいしょ。竜王橋バイバーイ。竜王橋バイバーイ。また来るよ。また来るよ。直しといてねー。
オッケー。お、寒いな。そうですね、いい感じでひんやりと、うん、もみじライン、もみじライン。まあちょっと竜王峡下まで行けなかったですが、いい出会いがありましたからね。そうですね、はい、旅とは出会いですね。出会い、旅は出会い、うん。あの人の言葉は何でしたっけ、もう千里忘れちゃいましたなんかいいこと書いてあった気はするんですけど、お、ちょっとした川が、お、竜王。旅とは風に吹かれるみたいななんか書いてあった気がしますね。はい、人生を旅になぞらえたみたいな。あー、そうですね。お、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 5分くらいで着きます。はい、川内温泉へ一里だっていいじゃないですか。一里、おお、一里って何メートル、何キロでしたっけ。あー、わからない。昔習いました ね、 ここで言うと 5.3 キロって書いてあります、 Google さんだと。では5キロちょっとぐらいなんですかね。そうですね。お、バイクちょっと手振る余裕がない。スピード落とせ、二輪車事故が多いらしいです。あ、気をつけていきましょう。はい、お、見えそうですか。見えそうで見えないチラリズム、チラリ。お、3キロ。3キロ。お、なんか見えます、もしか左の方。見えました、木の川ですな。おお、お、この橋からちょっともうちょい綺麗に見えそうか。お、お、でもちょっと濁ってる。残念、でもしょうがない。しょうがないですね。うん。お、ダム放流が見えそうな感じですか、もしかして。うん、放流してるね。おお、川路温泉来ましたね。お、ようこそって書いてありますね。いよいよ、いよいよですね。いよいよですね。星野リゾートの力、楽しみですね。見せてもらおうではありませんか。はい、ターボーって呼ばれたらもう本物ですねさっき決まったのにじゃあ私は星野リゾートで雇ってもらおうかしら。そうですね、ちょっとじゃあ今日面接してもらいましょう面接ですね。柏屋、柏屋ですか。柏屋、お、柏屋さんに行ったんですね。お、ご来店です、ありがとうございますあと300数十メートルで着くらしいですね。おー、いよいよ旅も本日のメインイベント会場へと到着しようかというところです。噂ね、星野リゾート海、海あと200メートル。お、あ、ここ、あ、そうだいやー、やられましたね。書いて、書いてあった書いてありましたね。ここいらで U ターンをさせていただきましょう。よいしょよいしょよいしょ、いきます。はい、よいしょ。この駐車場か。あ、よさげ。よいしょ、ここでいいっすかねとりあえず大丈夫じゃないですか。あとでダメだったら移動します。2名で予約をしていて、ちょっとじゃあメールの画面を、はい、これこっからなんですけど。あ、これはジュアンですね。あ、ここじゃない、どちらですか。はい、はい、ジュアンへ、ジュアンへ。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。優しい人でよかった。看板があるって言ってましたね、ジュアンっていう。でもナビの言う通りに、ああ、演奏しちゃいましたあ、ジュアン、あ、ここじゃないですか、まさしくだから 200m でなってたんだな。なるほどなるほど。
なんかすごい滑る気がする。怖いよ。よし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 ジュワン到着。到着。広。こんなに広い。いやー広いなこれ。露天風呂が部屋の中についてるということなので行ってみたいと思います。よいしょ。